フロッキーズラボへようこそ。ね、先日近所の爬虫類屋に行ってきたら、なんか飼育やめた人が引き取ってくれって言って持ってきてね、タランチュラがいたのでそれを安く買ってきました。はい、4匹買ったんですけど、こちらこれはなんだっけ、ブラジリアンホワイト&レッドだっけ、ホワイト&ブラック、ホワイト&レッドか、っていうやつですね。なんか学名って呼ばれてる気がするけど、割と僕はまあ本当にね、タランチュラ詳しくないしあれなんでちょっと覚えてないですけど、まあ、ブラジリアンホワイト&レッドって多分割とよく売られてる、ベビーだと2000円ぐらいなのかな、2、3000円でよく売られてる気がしますね、イベントだと。はい、それのアダルトのメスかなと思うんですけど、はい、それを買ってきました。あと3匹います。ではこちらですね、ピンクブルーム、ブラジリアンピンクブルームだっけか、なんかそんな感じですよね、よく長く呼ばれてる時、ピンクブラジリアンブルームっていう、ブラジリアンピンクブルームかって呼ばれてるのを 見る気がする。それの多分アダルトのメスじゃないかな、なんか昨日確認した時、裏側に三角形のなんていうの、卵卵のなのかな、なんていうんだろう、卵入れる袋みたいなやつがあったんで、まあ多分メス、ほぼほぼメスじゃないかなという気がします。はい、かなり大きいですね。はい、僕の指と並べると、人差し指と同じくらいあります。かっこいいな。続いてこちらですね。はい、これはブラジリアンブルーか、これかなり人気種ですよね。一時高かったけど、7、8000円するクモでしたけど、まあ、最近はベビー4000円ぐらいで買えるようになった、割と溢れてる感じなのかな最近は。はい、それのメス、多分メスだと思います、ブラジリアンブルーの。はい、かっこいいっすね、かなり青い、まあ青いっていう、まあまあまあ青いと思ってね見ればね青く見えますけど知らない人から見たら黒なんじゃないかっていう気もしますよね。まあまあ、でもそんなことね、タランチュラ本当に好きな人に言ったら怒られるからあれだけど、僕もね全然好きですけど、そこまでの情熱はないのであれだなっていう感じですけど、はい、次のことはいきます。次で最後かな、最後一番かっこいいなと思ってるやつ、これメキシカンレッドニーじゃないかな、確かメキシカンレッドニーですね。あ、じゃあメキシカンレッドニー、これも多分メスっぽいけどな、どうなんだろう、一番これはかっこいいと思ってるけど、はい、まあこれもともと飼育者さんがケースごと持ってきたみたいで、なんかこれ多分水入れ代わりにペットボトルにキャップ入れてんだろうな、でこれがシェルター代わりのコルクなのかな、でも脱皮の殻とかコオロギの死骸とか結構あるんで、ここに生きたフタホシもいるしね、なんでまあこれちょっとリセットかけていこうかなと思います。全部で飼育ケースもね、まあ、見てわかるかな、これは多分これベルテックかなんかが出してるボックスですよね、ベルテックなのかな、なんかそんな感じが出してるやつだと思います。でこれこっちがクリアスライドでしょ、クリアスライドの L、 こっちそのベルテックが出してるやつのちっちゃい版 M サイズで、もう一個がこれか、これはダイソーが出してるクリアスライダーインスパイア系のねケース、なんだろうこれ、もどき、パクリじゃないですよ、パクリではない、ダイソーさんねパクリなんてこと絶対しないから、たまたま被っただけだと思います。はい、ね、クリアスライダーっぽいケースで、これ穴開けて加工してるって感じですね。まあこのね統一感のないケースがねすげえ気持ち悪いから、もう全部同じケースに変えます。はい、もう全部ねこのレプタイルボックス M に統一します、このケースに統一して、これで床材はずらしちゃった、床材はねこっちにこれに統一します、ヤシ柄、はい、まあ、バーミキュライト混ぜようかなと思ったけど、まあイベってことになって
肉の冷やし柄チップオンリーでいきます。はい、多分大丈夫でしょう、知らんけど。はい、あ、もともとの飼育ケース同様にも1センチ、2センチぐらいか、まあちょっともともとのケースより厚いかなって気もしなくはないけど、はい、やりました。これに、まあ、シェルター入れとくかね、思い出、元飼い主の思い出も詰まってると思うからさ、入れます。タランチュラ移します。タランチュラ、はい、入れないで、はい、はい、これでキャプチャしたんで、はい、入れます。あ、ちょっと狭いかな、まあいいか、まあ、ちょっと毎日クモと対話してね、狭くないかどうか聞いて、まあ、決めますわ。はい、そんな感じで入れました。はい、まあ、一応水入れも入れとくか。なんかネットだといるとかいらないとか割とこう賛否が分かれてるイメージだけど、まあね、冬乾燥するから、ね、ぜひ飲んでいただいてという感じですね。ピンクブルーの、あ、やばい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 、あ、自分で入った、あ、ちょっと出たかったっぽいっすね。で、はい、前の飼い主との思い出のシェルターも入れときます。こんなん入んないだろ、絶対意味ないと思うけど、入れるのかな。どうなんだろう、でも水色に一応入れとくか、ね、飲むかわかんないけど、どうなんだろうな。俺も何匹かタランチュラ買ってるんですけど、実際水入れって使ってないんだよな。いるのかな、そのなんかネットにはいるって書いてたんだけど、ちょっとね、あまりにもね、そのタランチュラを調べるのが適当すぎてネットの情報を鵜呑みにしてるんですけどね。はい、どうなんだろう、いいのかな。そんな、なんか僕飼ってる感じ、タランチュラって全然死ぬ感じじゃないからいいのかなと思うんだけど、全然参考にしないでください、本当に。これただあの俺の飼育記録を垂れ流してるだけで、ハウトゥー動画でも何でもないですから、本当にマジで参考にしないでください。適当に撮ってるだけです。これ合ってるのかどうかもよくわかんないし、まあ、多分こんなもん感じ変えてるから変えるんだろうなっていう感じですね。うん、次はなんだっけ、ブラジルホワイト&レッドか、グレー&ブラウンだよな、ホワイト&レッドではないよな、少なくとも。ブラジリアンホワイト&レッド、改めてブラジリアングレー&ブラウンです、これは。はい、このシェルターも絶対入れないと思うな。でもね、前の飼い主さんとの絆だからさ、この個体にとっては入れときますわ。はい、ブラジリアンブルー入れます。ブラジリアンブルーは俺結構好きなんだよな。ブルーかって言われたらちょっと微妙だけど、まあ、ね、結構上品な感じでかっこいいなと思いますね。キャプチャーできた、キャプチャーできた。はい、やっと捕まえました。はい、これで終わり。もうこういう風にくっつくんですよね。ね、ちょっとめんどくさい。ブラジリアンブルー。まあ、かっこいいけどね、ブラジリアンブルー。うん。はい。ちょっとね、雑に振り落としたように見えますが、最初の注意を払ってね、落としてるんで、はい、あんまり怒らないでください。タランチュラ失敗は思いますが、でこれ前の飼い主の絆の水入れですので、はい、まあ、俺結構前の飼い主のさ絆とか大事にしてほしいからさ、見せたいちゃんと流用しました。はい、こんな感じで終わりです。本当に適当な動画ですみません。はい、まあ、サブチャンネルとかあったら本当これサブチャン行きの動画なんだろうなと思うけど、まあまあ最近ちょっとネタ切れ気味なので申し訳ありません。そんな感じで終わりです。ご視聴ありがとうございました。